長い方の阿部百切りできるかな。今回はパターのラインの読み方について紹介したいと思います。まず、このシチュエーションを、例にして私の実際にやっている読み方を紹介したいと思います。まず私は最初に、ボールの横から上ってるか上りか下りかをここで見て、次にボールとカップを結んだ反対側でライン、スライスかフックかラインを読みます。そしたら ボールの間に立ってボールがあるところの傾斜を感じて後ろに3歩ほど下がって素振りをして打つという打ち方がいつもやっています。このラインは、上り下りは平らの、スライスライン、カップ2つか3つ切れると思います。なので実際に打ってみたいと思います。ぜひ皆さんもこのようにラインを読んで打ってみてください。